皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。パリ五輪、柔道混合団体、決勝、3日、シャンドマルスアリーナ。前回の東京大会銀メダルで、悲難の金メダルを狙う日本は、決勝で東京五輪金メダルのフランスと再戦し、3対4で敗れ、2大会連続の銀メダルに終わった。 死闘は3対3でゴールデンスコアによる代表戦に、ルーレット抽選による階級抽選で90キロ超級。斎藤率、リネールに、本戦で敗れていた斎藤がリベンジを狙ったが、画上を崩すことができず、6分26秒の死闘の末に大内狩りで一本負け。フランスの英雄の巧みな柔道に再び屈した、3月1日からの大逆転負けに、 一階級上のメダリストと死闘し敗れた安倍一二三は涙。斎藤はベンチ脇に突っ伏して顔を上げることができず、号泣した。安倍はじめは、本当に日本の皆さんに、すいませんという気持ちです。みんながつないでくれた良い流れ、いいバトンだったのに、それをものにできず。申し訳ない気持ちでいっぱいですと、謝罪し、日本中を沸かせた果敢な柔道だったが、 あそこで勝ち切らないと意味がない。本当に悔しい気持ちでいっぱいと唇を噛みしめた。斎藤はインタビューでは、すみませんでしたと第一声。本戦でも負けてしまい、代表戦でもチャンスをもらって、挽回のチャンスと思ったが、同じようにやられて悔いが残る試合です。終盤、自分のペースになり、これからという時に防げなくて、 今日勝たないといつ勝つんだという場面で勝てず、顔向けできない、とうなだれた。試合は先方で登場となった村尾三四郎がゴールデンスコアにもつれ込んだ一戦を最後は大内刈りで制し、戦勝した。続く試合は女子70キロ超級、78キロ超級のソネアキラが怪我による欠場で、本来1階級下の高山が超級のリコを相手にパワーで圧倒されるが、 魂の大内刈りで主君制。2対0とした。第3試合は、日本の斉藤律が個人戦では実現しなかった100キロ超級で3度目の金メダルを獲得したスター、リネールと対戦したが、反則負けに終わった。完全アウェイの中で、序盤に両者指導を受ける展開。その後、斉藤が先に崩れる展開が続き、斉藤に先に2つ目の指導。 残り1分で攻め立てたが、投げるには至らず。ゴールデンスコアに突入した。仕掛けていくものの、斎藤が仕掛けるものの潰れる展開が続き、最後はリネールの内股に屈した。第4試合の女子57キロ級では女子48キロ級金メダリストの角田夏美が登場。2階級上の史軸を相手に、果敢に巴投げで攻め立てた。 2分5秒過ぎに角田の巴投げが入り、相手を背中から叩きつけ、劇的勝利を収め、金メダルに王手をかけた。第5試合の男子73キロ級で、個人66キロ級2連覇王者の安部ひふみが、本来1階級上の男子73キロ級銀メダリストのガバと対戦。初戦の2回戦に出場した妹の歌が見守る中で、 ゴールデンスコアにもつれ込んだが、圧倒的に攻め立てたひふみ。途中に微出血による治療の時間が取られた。止血を終えて、再開。8分を超えた死闘となったが、8分52秒に救い投げを浴びて、一本負けに終わった。第6試合で高市未来が63キロ級の銅メダリストアグベニェヌに勝利し、決着をつけた。序盤から果敢に攻めた孔子。 大内刈りで相手を崩す場面もあったがポイントにはならず。ゴールデンスコアにもつれんだが、最後はアグベニヌの投げに屈した。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。